はい、カウンターストライクグローバルオフェンシブで、ちょっとね、まだね、まだあれなんですよ、皆さん。ちょっと待ってね。ウォーミングアップ時間。ランクが足りないから、普通のマッチができないんですよね。普通にすらなれない、俺は。こうやって、チームデスマッチをするしかないんですよ、このゲームで。まあ、次回ちょっとか、なんだっけ。カジュアルマッチだっけ。普通のやつで上げていこうかな、と思うんですけど、はい。今日は質問を受け付けます。最近読んでる本とかも FPS に違う、全然離れすぎてて、なんか回答していいものかって感じになるね。あ、知ってるこれ。ちゃんと、こう強いポジションとかがあるんですよ。ここでここを見たりとかね。奥深いんですよ、このゲーム。キッズのね、コットキッズの皆様はね、わかんないかもしんない。あ、外した。わかんないかもしんないけど、マジ、これ目の前で湧くのやめね、まず。危ね。あ。もう無理。目の前で湧いちゃうからね、このゲーム。お茶目なゲーム、チームデスマッチだから。トツスナやるか、トツスナ。トツスナやってこ。あ。後ろで湧く気がする。あ、ニワトリさん。やばいな、これ。これあかんぞ。あぶねえ。アープが一番なんかキッズ喜びそうだけどな。アーププレイが一番なんかキッズなんか好きでしょ、こういうなんか。こういうの好きでしょ、こういうの、キッズ。これやった方がいいか。これでキッズにちょっと、媚び言ってっか。あぶね。イモってるだけじゃんっていう？しょうがねえな。お兄ちゃんとつってやるか。お兄ちゃんの正面とつ見せてやるか。あ、痛い痛い。このゲームとつるとね、後ろから敵湧くんすよ。チームデスマッチ。危な。あー、死んじゃった。もう爽快感を求めてるからね、キッズは。キッズはみんな爽快感を求めてる。なんか薬中みてえだな。キッズ薬中説。ん？あ、こう。あぶね！ふぅ。あぶねえ。あ、いるな。あ、くそ。ん？俺を撃つな、俺を。ああ、マジか！クンさん、シュナイパー使ってる、すごいの。どうしよう、トツナ難しいぞ。いや、こんな、どこにできるかわかんないに、ここでトツナすんのか。危険だな。上上がるか。スイ。怖ー。あ、外した。よし。まだ湧いたな、今。やれまーす。来ねえかな。よし。まあ、そうなるわな。まあ、そうなるわ。やば。いねえな。ここでイモるか。ここでイモるとかよくあるからね、このゲーム。なんだなんだなんだ。あ、後ろで湧いた。マジっすか。ダメみたいっすね。ん？よし。砂やってたな、俺。昔。昔おじちゃんもね、スナイパーで遊んでた時があったんですよ。若かりし頃は僕の。くそ。あー、外し、ん？あ、そっか、ナイフ持ち帰んなきゃダメか。あのさ、アバとかさ、無料ゲーの人なんか、これで遊ばないな、これ。意味わかんないんで、これ。何が面白いんって感じ。おお、後ろがお留守なことが多いゲーム。後ろがお留守なことが多いデスマッチです。危ね。グッドワン。いないな。
真ん中ぶっ込むから。やめろ、俺味方だ。こういうのですね、キッズ的に面白いのは。ほら、キッズ喜べ。俺 TIE のTIE の君やぞ。俺 TIE の君だから、これから。なんかすげえ動き回ってる。やめろ、バカ。ねえ。まだいるか ?TIE の君の腕前見せたるわ。え、外すそれ来い。ほらー、見たか、キッズたちを。あー、外した。目の前来た。やめて、やめて。あはー、最悪。うぜー、こいつ。ドヤ顔だろうな、多分今、写真するほどの絶頂感味わってんぞ、あいつ絶対。くっそー、あい、許さねえ。あー、無理か、今。ドラッグショット下手になったな。裏で湧くの怖い。そこで湧くか。目の前かよ。またこいつか、目の前湧き。目の前湧き大名人になってる俺今。ちょ、味方だって。いや、もう、ドヤ顔、味方ショットやめてくれ。ここで待つか。あ、外した。無理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 結構ですね、中国人韓国人が多いんですよ、このゲームも。大体こういうガチゲーって中国人韓国人増えるんですよ。なんかあの俺 BF が日本人が多いのって多分ね、わりかしね、こう機材高いからだと思うんだよね。機材高いと、あ、いた。機材高いとやっぱりこう買うまでの敷居っていうかさ、シンガポール勢とかが少なくなるのもそのせいだと思うんですよね。僕名推理。いた、くそ。お、よし。あ、味方撃っちゃった。まあでも大丈夫、味方にダメージ食らわないはず、このルールは。なんて言って、カジュアルモードだからな。え、当てたのに。あ、やってる、よかった。さあ来い。来ねえな。やべえ、こういうキル稼ぐちゃん、あ、キル稼ぐやり方してるとキッズからなんか、そんなの TIE じゃない、ルサに怒られろって言われるから。ワイは TIE のクイーンや。あらー、くそ、マジか。グラボがなかったらな、グラボのがもっと安かったら多分もっとし、あの、BF もやる人も増えるんだろうけど、なんてたって、高いからね、必要機材が。その割になんか、CSGO とかみたいなゲームって、コンシューマーで出ないから、まあ出てるんだけど、出てないようなもんだから、正直。これやばくない?ここ。最悪だ。あ、いるぞ、これ。いていて。よし。まだ湧いた。いや、ちょっと、武器変えてっか。あと、あ、でもあと1分だし、これでやりきろう。いるよね、これ。え?マジですか。マック10チャレンジやってんな。もう、クソがマジで。うぜえ、脇。あ、いる。本当はこういうゲームでもないんだけどな。もっとちゃんとしてるゲームだから、こんなはちゃめちゃ脇しないから大丈夫だよ。ぜひ CSG を買ってみてください。もし興味があれば。しかも外す。なんだこいつ一体。ん?見えねえな。とつなやってくか。とつー。つなやるゲームじゃないからね。ちなみにこれ。ちなみに砂でとつるゲームじゃないです。あ、いた。やっぱ動かないと死ぬな。冷静になったら死ぬよ。やっぱと、一箇所にイモるか、
突撃し続けるかしないと。センターとか見るんですよ。この間を見てこっちに一人行ったとか向こうに一人行ったとかいうゲームなんですよ。やばい気がするな。真横で湧いて死ぬ未来が俺には見える。あ、終わった。はい、こんな感じです。もうジオいいだろ。よしよし、レベル2になった。レベル3になったらですね、ちゃんとガチマッチモードでやれますんで、その日を待っててください。